国旗研企画員の島です。ウクライナのゼレンスキー大統領のですね、国会演説、これは来週にも実現されるというふうに聞いてますけれども、まあ、実現してですね、大いにその現場でですね戦っている人のお話を聞ければと、これは国会にとってもね有意義だと思います。でまあ、その関連でですね、まあ、彼がゼレンスキー氏がアメリカの議会で行った演説、ここにおいて、まあ、日本軍によるパールハーバー攻撃をですね、911テロ、アルカイダがやったあれとこう同一に並べてですね、でしかも今回のプーチン氏によるウクライナ侵略、それとも関連づけるような、まあ、話の持っていき方をしたと。当然日本においてはですね、そのパールハーバー云々の部分が問題にもなっているわけです。でこれはですね、きちんと、まあ、そのウクライナの大統領にですね、非常に複雑な日米開戦の経緯をあらかじめ知っておけと言っても、これは難しい問題なんでね。でだからやはりこの機会にですね、日本政府がしっかりとね、日米開戦の経緯、その前の日中戦争についてもファクトをですね、明確に発信するということをしないといけないですよね。で第二次世界大戦の開始っていうのは、これよくロシアなんかはですね、あるいはアメリカにおいてもそういう認識の人いますけれども、ナチスドイツと帝国日本が組んでですね、第二次大戦を始めたんだという認識、これは明確に誤りですね。第二次世界大戦を組んで始めたのはヒットラードイツとスターリンソ連であります。これは1939年の秋にですね、モルトフ・リッベントロップ協定と言われる、ソ連の外相であったモルトフ、それからドイツの外相のリッベントロップ、まあ、2人がサインする格好でですね、もちろんヒットラー・スターリンの指示のもとに秘密協定を結んだ。で、その中でですね、ポーランドを分割すると、あるいはバルト三国等はソ連のものにするとかですね、そういう領土分割協定をやってた。だから実際の経緯として、ナチス軍がポーランドに西から攻め込んでいく、ちょっとだけ間を置いてソ連軍が東から攻め込んでいって、でポーランドを武力で分割して、大変なですね、その殺傷行為も行った。これがですね、第二次世界大戦の開始の経緯。だから同盟を組んでですね、大戦を始めたものとあえて挙げるならですね、これはドイツとソ連でしたね。ところがですね、翌年の6月にナチスドイツがソ連に攻め込む、いわゆる独ソ戦が開始されたと。これによってですね、アメリカの当時のフランクリン・ルーズベルト政権は、これはとにかくソ連を支援するんだと、いうことになって、ルーズベルトの周辺にはですね、左翼の人たち、ソ連の明確なスパイも含めてですね、左翼系の人が多かったんで、悪いのはドイツだというストーリーがそこから作られていった。実はですね、その独ソ戦が始まるまでは、明らかにナチスとソ連両方が悪いという認識がアメリカでも一般的でですね、だからアメリカ共産党からは名前を打つようにですね、多くの人が脱退した。そして当時のアメリカではナチスドイツのことをブラウンボルシェビズムと呼び、ソ連のことはレッドファシズムと呼ぶと、まあ、要するに同じ穴の無地なんだというね、認識が一般的だったのが、さっきも言ったように独ソ戦開始以後はですね、とにかくソ連は味方だと、ナチスを倒すためにソ連にいろいろ支援しようということになって、そこからですね、ストーリーが変えられていった。でその独ソ戦が始まった3ヶ月後、1940年9月にですね、日本の、これはもう当時のですね、大変間違った政府の判断だったと思いますけれども、日独伊三国同盟を結んだ。で、ナチスドイツによるユダヤ人虐殺、それからユダヤ人以外の人の虐殺ね、こういうニュースもどんどんアメリカでも報道されるようになった時に、その日本がドイツと組むと、まあ、あくまで防御同盟だったんですけれども、まあ、そういう経緯があって、もうとにかく日本もけしからんという話になっていっちゃったんですよね。でさっき言ったように、当初の第二次世界大戦開始当初のですね、アメリカにおける認識っていうのは正確に
ナチスドイツとスターリンソ連が戦争を始めたんだというものでした。だからそういうね、あの正当なファクトに基づく歴史、これ日本政府もね、発信していかないといけませんね。以上です。